イコマリナは、日本の女優、タレント、ユーチューバーであり、女性アイドルグループのギザカ46、AKB48 チーム B の元メンバーである。秋田県百合本城市出身。AM エンターテイメント所属。身長153センチメートル。血液型は AB 型。愛称は、イコマちゃん、イコタン。幼少期、秋田県のダンススクール。 ダンスアベニュース・トゥディオズに入学し、ジャズダンスを習い始める。中学校へ進学後、ダンススクールの先輩に感化され、吹奏楽部に入部し、ドラム、マリンバ、ビブラフォンなどのパーカッションも始め、中学3年生の時、全日本吹奏楽コンクールの東北大会で、銀賞を受賞した。中学校を卒業後、高等学校へ進学したが、以前のように部活動に打ち込まなくなり、 自宅で過ごすようになった。それを見た父親が心配し、暇を持て余すくらいならと何かに向かって頑張ることを促す気持ちで、乃木坂46の一期生オーディションを進められ、そのオーディションを受験することにした。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格、オーディションでは、ピコの桜音を歌った。 暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は中列だった。合格後、高校1年生の夏休みに、秋田県から東京都の高等学校へ転校した。後に、仕事の都合でそこも通学が困難になったため、ほぼ高校2年生の時、通信制の高等学校へ転校した。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで、 CD デビューし、センターを務めた。グループ結成当初、吉本彩香が、暫定選抜のセンターだったが、グループ結成からわずか1ヶ月後の2011年9月22日に、脱退。その公認センターに抜擢されたが、なぜ自分なのという戸惑いがあった。同年5月2日、乃木坂46のセカンドシングル、おいで、シャンプーのカップリング曲、水玉模様で、 初のソロ曲を務めた頃から、センターへの迷いがなくなり、自分にできることを精一杯取り組むようになった。同年12月12日、日刊スポーツで、生駒マビオリの連載を開始した。2013年1月22日、秋田県百合本城市のふるさと応援大使に就任。同年4月20日、乃木坂46の6ス,スシングル、ガールズルールで、 ファーストシングル、ぐるぐるカーテンから、フィフスシングル、君の名は、希望まで務めてきた。センターポジションを、白石舞と交代することが発表された。センター交代後はプレッシャーから解放され、気持ちに余裕ができ、与えられた場所で輝くことを大切にした。同年5月15日、ピラメキーの640の、おはよう。ダルダル、イングリッシュのコーナーに、 レギュラー出演を開始した。同年6月、イコマがデザインしたオリジナルキャラクター、テーエンちゃんのグッズが、キディランドの期間限定ショップ、ウサギのモフィで販売された。2014年2月24日、AKB48 グループ大祖閣祭りで、乃木坂46を牽引することになった、SKE48。 松井玲奈の交換留学生として AKB48 チーム B を兼任することが発表された。兼任を決意したのは真夏の全国ツアー2013のライブを終え、国立代々木競技場第一体育館のような大きなステージを経験したことから、もはや経験がないというのは言い訳にならないと考え、このレベルでお客さんに見せたらダメだと思い、 ダンスパフォーマンスを向上させるためのスケジュール調整で悩んでいたところ、県人の話を持ちかけられたからである。同年4月、高等学校を卒業した。同年4月12日、西武ドームで開催された AKB48 のサンサードシングル、ハートエレキの握手会イベントで AKB48 としての活動を開始した。 同年4月28日、AKB48 劇場公演初出演となる、チーム B、パジャマドライブ初日公演に出演した。AKB48 兼任中は、パフォーマンス能力を向上させるため、体幹トレーニングを取り入れた。同年6月7日、AKB483 セブンスシングル、選抜総選挙の、 開票イベントで14位を獲得し、AKB48 のシングル選抜メンバーに初選出された。同年12月31日、第65回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。2015年1月5日、花と夢に鈴木ジュリエッタの神様はじめましたとイいマの天員ちゃんがコラボレーションしたクリアファイルが付録された。 同年3月26日、埼玉スーパーアリーナで開催された、AKB48 春の単独コンサート直送、今まだ修行中。で、AKB48 チーム B との兼任解除が発表された。同年5月14日、AKB48 チーム B、パジャマドライブ公演の、いこマリナを送る会をもって AKB48 との兼任を終了した。 同年8月、映画、コープスパーティーで、初の主演を務めた。2016年1月8日、野木神社で、成人式を迎えた。同年1月11日、新成人アワード2016でグランプリを受賞した。同年2月21日、ファッションブランド、アナスイの、春夏ビジュアルモデルを務めることが発表され、人気は、 同年2月23日から7月22日までの5ヶ月間、特定ブランドとのモデル契約は初の出来事だった。同年2月24日、初のソロ写真集、君の足跡を発売、写真集は週間で16,326部の売り上げを記録し、2016年3月7日付のオリコン週間ランキングの写真集部門で1位を獲得した。 写真集は19歳の時に撮影され、着れるのも10代限定。20歳になったら似合わないという理由から、スクール水着姿も披露し、イコマの写真集を出したいという一言で関係者が動き、発売に至った。2018年1月30日の日刊スポーツによるインタビューで、乃木坂46からの卒業を明かし、 翌日の31日には公式サイトと自らのブログでも卒業を発表した。トゥエンティースシングル、シンクロニシティをもって卒業することを決めており、ラストシングルとなる同曲では、センターポジションを打診されていたが、自ら辞退した。また、同年4月22日には、日本武道館で卒業コンサートが開催された。卒業コンサートのチケット当選倍率は三十倍に、 達し、また乃木坂46では初めて全国128の映画館でライブビューイングが実施された。同年5月6日幕張メッセで行われた 20th シングル発売記念全国握手会をもって乃木坂46を卒業。乃木坂46の握手会史上最多の約3万5000人が集まった。 同年5月8日に公式ブログの5月末での閉鎖が発表された。同年5月14日、インスタグラムを開設。同年10月6日、イコマリナオフィシャルサイトを開設。2020年4月1日、芸能事務所、AM エンターテイメントと業務提携したことが発表された。同年8月3日、オフィシャルファンクラブ、モノクローズを開設。 2021年10月1日、秋田働く応援大使に就任。2022年1月4日、NHK 秋田放送局開局90周年、記念キャラクターに就任。愛称は、いこまちゃん、いこたん。弟がいる。自分の代名詞は、センターを務めた、乃木坂46のシングルタイトルの、制服のマネキンだという。アイドルになる前は、 子供好きであることから保育士や幼稚園の先生になりたかった。伊藤ねねは高校の同級生。足立ちり北陽子、前田望み、藤崎綾音、山さ花順は友達。好きな食べ物は白米、きゅうりの浅漬け、きなこ棒。好きなつまみは霧のクリームチーズ。好きな動物はチンアナゴ。好きな花はかすみそう。好きな曲は、 彦の二足歩行孤独の果てであり、その他に防火ロイド、ロックなどを聴く。憧れの女性アーティストは、花江で、花江の存在は、神様はじめましたのアニメから知った。趣味は、漫画、アニメ鑑賞、買い物。漫画は、中学1年生の時に、友人から、銀玉の漫画を勧められて好きになった。その当時は、 週刊少年ジャンプを購読できるほどの小遣いがなかったため、正月にもらったお年玉を使って単行本を買っていた。千冊以上の漫画本を持っている。イコマによれば、ナルトナルトは人生のバイブルであり、ジャンプ作品の優れた点は、漫画の登場人物が仲間になることによって、世界は一人ではないということを思わせてくれる点にある。推薦する。 週刊少年ジャンプの漫画は、銀玉、磯辺磯氷衛物語浮世は辛いよブラッククローバー、お気に入りの漫画は、ナルトナルト、ワンピース、スケットダンス、青のエクソシスト、銀魂、よう僕ぼく SS などの少年漫画である。その他、ナンバー六、デュラララ。BAD、進撃の巨人、宝月の冷鉄などの漫画、ウェルザード、村瀬勝都の、体探し。 和夏広しの、仮想場のない町に金が鳴る時山口ジョージの、江戸川乱歩偉人館なども好む。お気に入りのキャラクターは、ワンピースのゾロ、ナルトナルトのナルト、黒羊のセバスチャン、円館のシロー好きな二次元の男性は、フリーの立花の誠。小説も読む。特捜警察ジャンポリスに出演している時は、元の自分。また、 特撮番組では、仮面ライダーシリーズが大好きで、一番好きな作品は、仮面ライダー W。買い物では、原宿系の洋服を好んで買っている。原宿でおすすめの場所は、原宿竹下通りにある、たこ焼き屋、濃いたこ。生田えり花によれば、生駒は、原宿に詳しい。特技は、スネアドラム。保有資格は、5位、読解力検定3級。 フナッシーのモノマネが得意。乃木坂46のダンス7副陣で、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンからセンターだったため、ダンスパフォーマンスの指揮を担っていた。イコマによれば、乃木坂46の振り付けは、リコやワーナー愛よりも、南さすがの方が難しく、AKB48 のチーム B のメンバーが、おいでシャンプーや、制服のマネキンを踊ったとき、 苦戦するメンバーが多かったと報告している。乃木坂46のダンスは、フォーメーション移動が少なくて、どちらかというと落ち着いている。可愛さを表現するときも踊りよりも、表情や仕草で見せることの方が多い、アイドルダンスでもないと述べている。乃木坂46では、少年役を演じることがあり、センター交代後は、スーパーサブ的な役割を目指して動いている。 乃木坂46の副人は7、副人が8。副人になった時点で、あまり意味がなくなったと考えている。理想のセンター像はグループで一番可愛くて、スタイルが良くて、歌もダンスも上手くて、人気のある人。乃木坂46で好きな振り付けは、バレッタ。好きなミュージックビデオは、シャキーズム、シークレットグラフィティ、魚たちのラブソング。 乃木坂46で写真集を見てみたいメンバーは、寺田蘭ぜ、ひぐちかな。推したいメンバーは、西野七瀬。元メンバーで、日本テレビアナウンサーの一木玲奈と仲が良い。松井玲奈とも仲が良く、生駒マと同じアニメ好きで、オタクトークをする間柄である。松井が乃木坂46を兼任する前に、宝島社の雑誌。 スマートの企画で、イコマと共に、魔法少女カかマギカのキャラクターのコスプレを披露したこともあった。ホリーミオナからは、セブンスシングル、バレッタでホリが、センターに抜擢された際、私が、センターになった時も一番に受け入れてくださった、先輩で心強かったと明かし、経験も知名度も人気も実力も何もない私を、 簡単に受け入れられるはずがないのに、イコマさんは一番に話しかけてきてくださった。心配しないで、守るからって言ってくださったこと、ずっと忘れませんとブログに綴っている。推したいメンバーは、渡辺真由。AKB48 では、渡辺と一番仲が良い。渡辺によれば、イコマは、生まれたてのひよこちゃんみたいで、本当に可愛いと思って。なのに中身は、肝が据わってる。 こんな小さな体なのにすごいパワーを持ってると絶賛している。イコマ、渡辺のペアはファンからイコマユと呼ばれることもある。また、イコマは渡辺のことを天使と表している。その後、渡辺は日本武道館で行われたイコマの卒業コンサートを見に行ったことについて聞かれ、イコマちゃんは私にとって特別な存在、ソウルメイト同士と言いますか。 考え方とか生き方が深く通じるものがありますと答えている。渡辺以外の他のメンバーでは平田里奈と仲が良い。元 HKT48 の宮脇桜はイコマのことが大好きでイコマちゃんと話すと安心する。大好きと語っている。富士テレビ系列のライオンのご機嫌ように松井樹里奈、山本沙也加と共にゲスト出演した際オープニングコーナー 負けず嫌いランキングと題して人間の性格を9種類に分類したエニアグラムによるタイプ別性格診断を行われイコマは信頼を求める人タイプで9タイプ中4位という結果だった本人曰く自分が本当は何を求めているかわからなくなるとのことイコマが AKB48 を兼任して苦労したことは覚えるのは早い方なんですけど 曲調が違いすぎて覚えられなかったと答えている。他に2015年4月30日放送の AKB48 のオールナイト日本で小笠原真由、伊豆田里奈とパーソナリティを務めた際、乃木坂46のおしとやかさとはちょっと違う、自由に可愛いポーズをする、自由なポーズなるものに戸惑ったと語っている。小島春菜の胸に憧れを抱いており、 2014年9月17日に行われた AKB48 グループじゃんけん大会2014個節で勝ち取れ。1、300ソロデビュー争奪戦で、小島の胸を触りたいと公言していたいコマは、小島と対戦したが、結果は小島に敗北し、念願叶わず、やっぱり強かったです。負けたのも悔しいけど、どっちかっていうと触れなかったのが悔しいと述べたが、 2017年2月21日に、小島春菜の卒業コンサート、小島祭り前夜祭りが行われたと同時に埼玉、スーパーアリーナで開催された、乃木坂46。ゴスイヤーバースでライブと、中継から出演し、指原里乃が、生駒ちゃん、叶えたかった夢があるって聞いたんだけどと振ると、いこまは、小島春さんの素晴らしいお胸をいつかタッチしたい。 という夢が叶わないうちに兼任が終了してしまい、小じ春さんが卒業されるということで心残りですと、ドロすると、差し原からエアーで胸を揉むという提案をされたイコマは、胸を触るポーズをすると、やっぱ、すごいですね。離れていても感じる。と興奮する様子を見せていた。 乃木坂46眉坂 46AKB48 乃木坂 46AKB48 ありがとうございます。